お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。さあ、岩木平、G1 決勝戦、誰が優勝するのかね、えー、すごく楽しみということで、えー、最終日、8、9、10、11、しっかりとね、展開予想していきたいと思います。その前になんですけれども、私のチャンネルで新しいチャンネル、ホテル満喫タイランドというのがありまして、えー、そうしまして、明日なんですけれどもね、5月の8日、20時30分から、ホテル満喫タイランド、 日曜日定期ライブというのを、ね、始めることになりました。第1回目は5月の6日のパタへの映像を見ながらねライブ放送ということで、まあ、ホテルの話をしたりとか、タイランドの話をしたりしますのでね、ねこちら、ホテルの話がしたい、タイランドの話、特にパタヤの話がしたいという方はね、ねぜひともライブ放送の方に、ね、ご参加していただければと。私の方はタイにはまだ、ね、行けておりませんけれどもね、ね谷さんの方が5月6日のね パテの LK メトロとかツリータウンとかそちらの方の動画の方をね撮ってきていただいておりますのでそちらの方を見ながらねライブ放送をかけていきたいということになりますので、ね、もし、まあ、パテやホテルに、ね、興味のある方はねぜひ、まあ、ともご参加お待ちしておりますさあそれではね脇平競輪 400m バンクと直線が 62.7m と長いです1着の決まりで逃げ16まくり35差し49と圧倒的にねまくり差しが有利なバンクと 2着、逃げ15、まくり19、差し32、マーク34え。こちらの方もね、しっかりと筋違いが入るバンクとなっておりますので、ねここ、後輩とバシッと狙っていきたいと思います。さあ、それではまずはね、8レースメンバーを見ていきましょう。1番、新山、2番、松岡、3番、松浦、4番、東、5番、成田、6番、高橋、7番、太田、8番、三宅、9番、松井となっております。 ラインを確認していきましょう。7、3、8。7番の大谷、3番の松浦、8番の三宅が回ります。6、1、5。6番の高橋に、1番の新山、5番の成田が固めます。2番の松岡短期。9番、4番。9番の松井に、4番の東ということで、3対3対1対3。変速3分線です。まずはライン先頭を走る自力型を比較していきましょう。 7番の太田、バック12回ホーム9回、逃げの決まり手が3まくりが10差しが3マークが0ということでね、ここもっか絶好調と、えー。後ろに3番の松浦を従えてね、一気かかんのまくりがね、うなりを上げるんじゃないかなというふうに思います。6番の高橋、バック13回ホーム8回、逃げの決まり手が5まくりが6差しが0マークが0と。えー、こちらはまくり先行タイプですけれどもね、もういわきで走ってる、そしてライン3者となれば、もうここは行くしかないということでね、先行します。 2番の松岡、バック2回、ホーム2回、逃げ抜き前手が2、まくりが1、差しが3、マークが2と。こちら、オールランドプレイヤー、中段からのね、一撃狙っていきたいところと。9番の松井、バック7回、ホーム6回、逃げ抜き前手が4、まくりが3、差しが0、マークが0。こちらもまくり先行タイプ、下がって、かまし、まくりがね、しぶきになってくると。さあ、ここね、必殺の自力がね、うなりを上げるのかと。スタートはここね、スタート牽制が入ると思うんですよね。そうなれば、格上ラインが、 前受けせざるを得ないということでね、738、ここが前受けすると。そうなり、ますと、1番の新参がいますのでね、6番、1番、5番が中段をキープできると。2番がいて、9番、4番は候補からの仕掛けと。赤番で9番、4番が、まずは陰を切りに行きます。これ、中段取りですね。6、1、5が切り替えて、2、7、3、8ということで、ね、あとはもう6番が7番を警戒しつつ逃げるだけと。 え9番の松井もね、この中段からね、7番の大田に合わせて咲きまくり打ちたいんじゃないかなと思います。じゃんで、615が発進。2番がここにね、しっかりとね,ここね、追走してこれるかどうか。ここがね、勝負の山ですね。えそして9番、4番がいて、738と。まあ、こうなるとね、やはりいや、番手そんなに慣れていないという1番の審査んですけれども、まあ、ここはね、えー 地元勢ということで、まあ、誰もね、インに潜り込んできてね、一番の新山のところにね、イン粘りかけるというような選手は見当たらないと思いますのでね、ここは一番の新山からということで狙っていきたいと思います。抑えの方はね、まあ、7番のね、太田、すごくね、調子がいいので、ある程度行ってくれればね、まあ、3番の、ね、松浦が決めるということでね、まあ、抑えは玉返しということでいきたいと思います。 えまずは1番の新山からこっちからがっつりですね。5番、えー、ラインの突き抜け成田をつけて、えー、そこに2番の松岡がね、この後ろにいれば面白いということでね。 そして9番の松井浩友のまくり追い込み7番の太田のまくり3番の松浦がということで1から52973折り返し線こちらが勝負ですけれどもここねガッツリいくのは1213こちらの折り返しでいきたいと思いますあとは1からの抜け6番の高橋が粘りに粘った時一応ね 押さえておかないと入ったら腹立つね。あとはまあ3番からのね、押さえ玉返しということで、7番の太田、8番の三宅ラインですので、つけて、そこに9番の松井幸友の自力、5番の成田のツッコミということで、ね、3から7、8、9、5、こちらの方で、まずは8レース狙っていきたいと思います。9レースメンバーを見ていきたいと思います。1番吉田、2番中本、3番鈴木、4番神奈川、5番武藤、6番宮本、 7番渡辺、8番小川、9番井上正樹となっております。ラインを確認していきます。8番6番、8番の小川に6番の宮本、7番3番、7番の渡辺裕太に3番の鈴木、4、2、9、4番の神奈川に2番の中本、9番の井上正樹、1番5番、1番の吉田拓也に5番の武藤ということでね、ここは2対2対3対2、ライン4分線です。 ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。8番の小川、バック4回ホーム3回、逃げの決まり手が1、まくりが12、差しが1、マークが1と、もう風好調ということでね、ここ、本戦食うんじゃないかというぐらいの、ね、出来があります。まくり一撃狙います。7番の渡辺優太、バック2回ホーム4回、逃げの決まり手が1、まくりが6、差しが1、マークが0と、こちらもまくり先行タイプです。変幻自在、ひょっとすると陰粘りもあるのかと。 4番のカナガ、バック13回、ホーム9回、逃げの決まり手が5、マクリが7、サシガ0、マークが0と、マクリ先行タイプと。1番の吉田、バック7回、ホーム5回、逃げの決まり手が7、マクリが2、サシガ2マークが0と、えー。こちらもマクリ先行タイプと。まあ、自力型はね、全員マクリが主武器なんですけれども、まあ、ここね、ライン3社の4番のカナガ、バック本数も一番多いんで、ここが逃げていくのか、えー、それともね、1番の吉田拓也が逃げるのかというね、展開になるのかなと。 スタートけん制ね、ちょっと入るんじゃないかということで、どうでしょう、細切れ戦で1番もそんなにおで前受けしたくないんじゃないかなと。えー、こうなってくるとね、完全にまくり一発狙っていくっていうのは、8番の。 え小川だとと思いますすよね、まあ、8番が前受けすると、えー、そうなってきますと、まあ、7番3番あたりが、ねえー、ここいるか1番5番がいてるかというところで429がいて1番5番と1番5番はね1取りしたいんじゃないかなということで、ねえー、まあ考えたりもするんですよね、まあ、ただし、ねえー、こうなってきますと1番ね先行したいというのは429になってくるわけですよね、えー、ですので429が先行体制に入ると8番6番がいて7番3番1番5番と このね、8番6番と、まあ、ひょっとするとね、1番5番あたりがね、まあ、中段取り合ってる展開、もしくは4番と1番の叩き合いということもね、まあ、十分考えられるかなと、えー、思うんですけれど、まあ、ここはね、4番の神奈川がね、逃げていくのは間違いないんじゃないかと。えー、そうなっていくと、この番手を回ってくるね、2番の中本にチャンスが到来するということで、2番の中本からね、えー、本戦として狙っていきたいと思います。えー、そしてね、ここ、えー、押さえというかね、まあ、穴となってくるんですけれど、まあ、本来でね、1番の吉田拓也からと、 いうところもあるんでしょうけれどね、えー、ここは、出、え、来、ー、ていきますと、8番の小川もね、引けを取らないということなので、1番の吉田拓也は、他のラインにね、かなりね、えー、牽制されると思うんですよね。そうなってくると、8番の小川、いつもだったらね、えー、こう自分が牽制される立場なんですけれども、ここはね、えー、ほとんどね、他のラインのね、えー、集中するところというのは、1番の吉田拓也になってきますので、えー、なんとか吉田拓也のラインを後方にね、置こうと考えております、ね。8番が、ね 楽に中断取ってるんじゃないかと。えー、そうなれば、8番、小川のね、えー、まくり一撃が、うなりを上げるということでね、ここから入れば、後輩とじゃないかということでね、狙っていきたいと。えー、まずは2番の中本から4番、9番、ラインの前後をつけて、そこにね、1番の吉田拓也、8番の小川が襲いかかってくるということで、2位から4、9、1、8折り返し線、ね、こちらが本戦です。あとは2位からの抜け、7番の渡辺優太をつけて、2、7、72ですね。えー、そして8番のね、 大川のまくり一撃マークですので6番の宮本をつけてそこに1番の吉田拓也が襲いかかる7番の渡辺優太の3番まくり追い込み4番の神奈川が粘りに粘るということでね8から6174こちらの方で狙っていきたいと思います10レースメンバーを見ていきたいと思います1番浅井2番園田3番深谷4番稲川5番和田6番原田7番諸橋 8番大月、9番山口賢也となっております。ラインを確認していきましょう。9番1番、9番の山口に、1番の浅井。6番2番、6番の原田に、2番の園田。3番5番、3番の深谷に、5番の和田健太郎。4番の稲川、7番の諸橋、8番の大月は短期ということで、ここは小間切れ線。 まずはライン先頭を走る自力型比較していきましょう。9番の山口健也。バック2回、ホーム1回。2げの決まり手が1、まくりが4、差しが3、マークが0と。もうこちらはまくり一発と、まくりのスペシャリストと思っておけばいいですね。 6番の原田、バック5回、ホーム2回、2ゲの決まり手が1、まくりが9、差しか0、マークが1の、えー、こちらもね、まくり一発なんですけれど、調子はね、かなり落としておりますので、えー、本調子の時のね、まあ、原田だとは思ってない方がいいかなと、えー、ただなんとかね、この G1 戦はね、初日2日と2着、2着と着をまとめております。 3番の深谷、バック12回、ホーム9回、逃げの決まり手が4、マクリカ2、差しか0、マークが0と、もうここでは本格先行ということでね、ここ、前受けせずにね、後ろからね、押さえてかけれるんじゃないかということでね、3番の深谷、鼻を切れば強烈です。 4番の稲川、バック1回ホーム1回、逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが2のマークが0。マークやですからね、えー、ここ、どこのラインが逃げていったとしても3番手取れるんでね、3番手取っていれば直線強襲、もしくはね、3番手からのまくり一発狙っていきます。7番の諸橋、バック0回ホーム0回、逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが6のマークが5と、えー。こちらもね、稲川同様ね、3番手で取れていれば脅威と。 8番の大月、バック0回、ホーム0回、逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが9のマークが1と、えー、こちらも、ね、同タイプです。短期はね、3人ともマークやということなので、前にいた方が有利になってきます。スタートはね、もう1番のね浅イがいますし、9番1番で、ね、ドーンと前受けすると、えー、そうすると、 えー、6番2番が前中段、3番5番が後ろ中段、478はね、えー、まずはこの3番5番を追いかけていきたいんじゃないかと思うんですよね。こうなると赤番からバックにかけて、えー、3番5番が先行体制に入る、もう短期税はずらりと切り替える、6番2番がいて、えー、9番1番と。ポイントはこの短期税がね、3番5番の後ろに誰がいてるのかってね、ここさえ分かればね、えー、しっかりと絞れるんですけれど、ここはね、絞りづらいということになってくると。まあ、こうなればもちろんね、3番ね、 の深江が飛ばしに飛ばして、あとは6番、9番がまくってきたところで、5番の和田がガツンと、ね、ブロックをかけると、そしてさばいて抜け出すというところが本戦なんですけれども、ただこの、ね、5番の和田が振りに行ったとき、4番、7番、8番、全員うち潜り込めますんで、うち潜り込んで、 さらに5番の和田をどかして抜け出してくれば後輩等というね、さすがにそこをね、4と7と8、全員ね、狙っていかないといけないんで、ここかけませんけれどね、あなたの方はね、4番、7番、8番、これね、要注意ということで、えー、まずは5番のね和田を本線として狙っていきたいのと、あとは抑えですよね。えー、もう9番の山口がある程度行ってくれればね、今の1番の浅いだったらね、えー、突っ込んでくるだろうということで、えー、1番の浅いをね、しっかりと狙っていきたいと。 えまずは5番の和田から3番の深谷粘りに粘ると4番の稲川が,がね、後ろいたら7番の諸橋が後ろにいたら、えー、そして1番の浅井が大外突っ込んでくるということで5から3471折り返し線、ね、こちらが本線 5からの抜け、2番の園田、9番の山口ニアをつけて、5から2、9ということですね、えー。そしてこちらが入った方がね、後輩となるのかなという気がするんですけど、点数一番持ってるんですけれどね、1番の浅いからと。ま、あ1991はしょうがないですよね。山口と乗り返しラインですから安いかなと。あと2番の園田の絡み、3番の深谷が粘りに粘る。4番の稲川がコース見つけて突っ込んでくる。7番の諸橋も稲川同様ということでね、1から9、2、3、4、7。まあ、このあたりね、 はい。まあ、1から7とかね。えこのあたりが入ってくれるといい範囲とかなということでねえ、しっかりと穴も狙っていきたいと思います。さあ、最終決勝戦、メンバーを見ていきたいと思います。1番、古生。2番、平原。3番、清水。4番、東口。5番、増木。6番、荒井。7番、森沢。8番、脇本。9番、佐藤慎太郎となっております。ラインを確認していきましょう。8、1、4。 8番の脇本に1番の古昌、4番の東口が回ります。5、2、9、5番のま木に2番の平原、9番の佐藤慎太郎と、3番の6番、3番の清水に6番の荒井、7番の森沢短期ということで、 ここはね、3対3対2対1。ラインね、3分線プラス1です。ただ一つびっくりしたのは、今までだったらね、7番の森沢、佐藤慎太郎の後ろをついて走るという競争が多かったんですけど、ここ短期を選んでいるというところでね、森沢の気迫というところもね、ここ変えるのかどうかと。あなたの方はね、ちょっと7番も絡めてみると面白いかもわからないですよね。そうなってきますと、ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。8番の脇本、バック9回、ホーム7回。 2ゲの決まり手が6まくりが10、確かにマークが0と。えー、もっかね、先攻まくりで戦ってると、ただもうどうしても前受けしないといけないことが多いんで、突っ張らない限りは後ろに回るとね、どうしてもかましかまくりになってしまうということでね、まく、あ、りが多いですけれども、えー、それでも勝率80%、2連単位率85%、S1 走ってて、このね、成績は脅威の成績ということでね、ありえない。もちろん不動の褒めです。 5番のマスギ、バック16回ホーム15回、逃げの決まり手が9、マクリが2、差しが0、マークが0と、先行マークリで戦っております。平原もね、このマスギの強さっていうのは認めております。G1 でね、決勝に乗ってもね、おかしくない選手、なかなか準決勝でね、阻まれるということがあったんですけれど、ここ乗ってきました。平原としてはありがたいということでね、浮気元を潰せるなら、このマスギの踏ん張りと。3番の清水、バック3回ホーム0回、逃げの決まり手が0、マクリが4、差しが3、 マークゼロとしの選手ですここは5番、8番、叩き合いがあればね、3番の清水が優勝ということもね、まあ、十分考えられると思います。7番の森澤、バック0回、ホーム0回、2間、マクリーの決まり手はついておりません。差しが3のマークが1ということになっておりますけれどね、もう差し足戻っております。一時ね、絶不調だったんで、差しマークのね決まり手3回と1回しかついてませんけれどね、もう今は大丈夫ということですので、コース開けば突っ込んでくると。 スタートは、もう、近畿前走らんとしゃあないでしょ。8番の脇本はね、勝率80%ですし、1番の交渉はね、グランプリチャンピオンということなんで、もうここはね、近畿が堂々の前行け、8、1、4と。こうなると、2番の平原がしっかりと中断を取ると。3番、6番は外枠引いてるから、まあ、外と。そして7番は、とりあえずこの3番、6番、目標に行くのか、5、2、9を目標に行くのかと。まあ、私だったら、5、2、9の後ろいますね。ここが先行していくと思いますので。 赤番で3番6番がインを切りに行く。7番が切り替えて529814とね、位置を考えました。私は529の後ろにね、7番いるんじゃないかなと思うんですけどね。えー、そして金と共に529発進したときにね、この後ろに7番がいたら勝負圏内。3番6番がいて814が後方からまくる展開と考えましたので、ここはね、 え、脇元を封じれるのであればね、やはり2番の平原しかいないんじゃないかということね。えー、もちろん5番のね、ますぎが。 頑張りに頑張ると。で、ここでね、うん、2段掛けっていうこともね、考えたんですけれど、いや、2段掛け行かなくても、まっす持つんじゃないかなと、直線まではね、持つんじゃないかなというふうに思ったんですね。2段掛け平原が行けば、秋葉の佐藤慎太郎の差しというところもね、面白いので、まあ、9からね、狙っていこうかと考えたんですけどね、まあ、マスギの選考力の強さっていうとね、そんなに言うほどね、まあ、8番の脇本とね、遜色ないんじゃないかなと。 8番の脇本、頭一つ抜けてるのはね、当たり前です。もうここは誰しもが分かってることと。えー、ただし、競輪っていうのはね、一人で走ってるわけじゃないんですよね。一人で走らしちゃ、8番の脇本優勝、これでいいんですよ。えー、けれども、ここはライン戦ということでね。 マスギが目いっぱいって、8番の脇本が来たときに、平原のブロック、会心の一撃決まれば、脇本止まるんじゃないか、というね、えー、ところがありますのでね、まあ、ここ、2番のね、まあ、平原から狙っていくと。えー、そして、ね、もちろんね、本戦、抑えになってくるのは、8番の脇本からと。 そして、大穴があります。それは何かと尋ねると、ということで、ね、3番の清水のまくりに乗ってね,ね、6番の新井がね、直線突っ込んでくるというね、もうここ、大穴中の大穴までね、披露していきたいと思います。その代わり点数は多いのでね、いつも点数多い多いと言われますけれどね、ここはもうね、完全に満コ転ねないと、ね、いうことで言ってますからね、もうそれはしゃあないと。まずは2番の平原から、9番、8番。 こちらの方を、ね、しっかりとつけると、まあ。佐藤慎太郎の安定感も、ね、半端ないですし、もちろん脇本ということがありますので、基本的にはこの2から9、8、ここで勝負です。はい、もちろん折り返しね、えー。そして7番の森沢、3番の清水が、ね、入ってくれれば、平原からでも後輩とということで狙っていくと。えー、そして8番の脇本から。まあ、1番の古書はつけておかないとしょうがないですね。あとはね、えー、この2番の 平原があ番手まくりのような形でいって9番が指したところを8番の脇元が飛んでくると考えるとまあ8九九八もしっかりとね狙っておかないと。 えそしてそこに7番の森沢え3番の清水が突っ込んでくるということでね、8から1973、こちらの方でね、ガッツリとと。まさかの6番ということでね、新井の優勝、もしくは2着というところがあればね、かなりの後輩党じゃないかということで、主力、2番の平原、8番の脇本につけて、そしてまさかの2段掛けのお9番の佐藤慎太郎が交わしているところ、6996なんかで入ってくれるとね、すざましい金額がね、 ついいいてくれるんじゃないかということとでで、まあ、楽しんでいきたいと、まあ、ここは、ね、あのいかに8番の脇本を、ね、後方に置けるかと。えずっとここね、脇本、今回、バックを取る競争をしてます。脇本としては、刺されてもいいんですよね、勝ち上がりの段階では。ですからね、バックを取る競争で、え後ろにね、稲川に刺され、故障に刺されということがありましたけれど、決勝はまっくり一発、頭狙いですから、えここはもうねえ、もう頭狙いということなので、後ろに刺されることはないですね。じゃあ 秋元がまくりで頭狙いに行ったときに飛ぶもしくは2着になるっていうのはギリギリ自分しか届かないまくりになったときということがありますのでね、まあ、後ろの故障に刺されることはないんで折り返しそんなにがっつり買う必要はないんですけれども、まあ、他のね、えー、28とか。 9、8とかね、6、8とかね、まあ、このあたりはね、ちょっとね、脇元の2着になってると、いい配当になるかも。まあ、2、8、8には本戦になるかなとは思いますけどね、まあ、このあたりの玉の配分の方もね、少し考えていただいてと。ここは、まっすぎが決勝に乗ってきてくれただけにね、2番の平原、9番の佐藤慎太郎、大チャンスということになっております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。